When you run it out of luck, need to get unstuck, so go off. When you rub against the wall and you get off, so go off,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  so go off, go off, go off, go off. アルビレックス新潟から地域クラブまで、新潟のサッカーを全力で応援するキックオフ新潟。2023年ラストの今回お送りするのは、堀米雄斗選手、高木義明選手、阿部浩人選手の3人によるプレミアムトーク。まずは J1 復帰元年にしてトップ10フィニッシュで駆け抜けた今シーズンを振り返ります。まあ、10位で終えれたっていうことは、まあ、そこそこ手応えを感じられるシーズンだったし、もっと上を目指せるなっていうのはみんなが思ってることだと思うんで、なのでチーム全体でこういいニュースがすごく多かったのもありますし、代表に入ったりとかベストゴール選ばれたりとか、こう J1 の中でもかなり存在感を出していけたシーズンだったので、うん、思い描いてた以上かもしれないですね。もしかしたら常に前進し続けられたシーズンだったかなとは思うので、すごく良かったなと。やっぱり怪我で出遅れた分取り返そうと思ってやりましたけど、まあ、自分のコンディションと向き合いながら苦労したシーズンだったなと思います。対戦相手だったり、まあ、その違うチーム の友人とかから話すと、やっぱり新潟は面白いサッカーしてるっていうのをすごい言われますし、10位っていう結果以上になんか自分たちのやりたかったことだったり、まあ、本当やってきた成果っていうのが、まあ、出たシーズンだったんじゃないかなと思います。ピッチに立つ時間こそ限られたものの、選手全員が認める阿部選手の力。戦っているのはピッチの中だけではないんです。阿部ちゃんに関してはやっぱ千葉ちゃんがなかなかこうベンチ入れない時もあって、勝利後のパフォーマンスとか、あとはゴール決めた後の一番にやっぱ駆けつけて喜んでくれるところとか、まあ、ベンチでもずっと大声出して戦ってくれてるので、もう本当にチームに与える影響っていうのは ものすごい大きかったなと。これはもうみんな若手は見習ってほしいし、なかなかできることではないですけど、間違いなく今年の躍進に大きく貢献したなと。俺風呂で聞いたよ、マリノス戦の後巧みに向かって阿部ちゃんが、お前今日80分あたりから鼓舞できてなかったベンチで鼓舞できてなかったよってダメ出ししてて、鼓舞のね、鼓舞足りてなかったか、はい、匠がすいません今日はみたいな感じで出たかったんだよって自分の準備があるからね、はい、まあ、なかなかね、キーパーはさ、そうそうそう、難しいポジションだけど、まあでもこういう人間もいるんで、いや、ありがたいよね、ありがたいよ、本当に。でも全員がもう自分だとちょっとあれじゃないですか。昨日もさ、シュート元木に続いて阿部ちゃんだったからね、はいはい、水戸とかより早く。そのシーンをもう一度見てみると、長倉選手の劇的な J1 初ゴールの瞬間、アシストした太田選手に続き、背後に水戸選手が急接近。しかしここで飛び込んできたのは阿部選手。あれ結構みんな出てくからさ、俺結構足痛かったのにさ昨日ちょっと無理やり行っちゃったかなっていうのは、だからもうよし君はちょっと足痛いんでってこう出しておいて、ああそうですね、休憩中です高木休憩中です。結構遠くまで行くもんね。そう、結構遠いのよね。看板遠く行っても行くじゃん、絶対行くって決めてんの。絶対で、まあほぼほぼ行くっすね。体が勝手に、体はでも本能で動いてるというか、まあね、やっぱ嬉しいですよね。まあ、元木も昨日初ゴールでしたし、新潟来て。そんなチームワーク抜群のアルビレックス新潟からクリスマスプレゼントのお知らせ。今シーズンの全所属選手のサインが入った2024アルビレックス新潟オフィシャルカレンダーを抽選で3名にプレゼント。応募方法はキックオフ新潟番組公式 X をフォローして、今週の番組告知投稿にハッシュタグゴメス、ヨシ君、コートをつけて引用をリポストしてください。締め切りは29日正午まで、たくさんのご応募お待ちしています。ここからは素朴な疑問にフリップで答えるフリップトーク。まず最初の質問はこちらから。
ベストプレーなんだろうな。この後名場面の裏話が続々。はい、天皇杯の120分ですね、120分戦ってあの高さのヘディングはちょっとすごいなと、まあ、日頃の彼の努力の結晶というか、なんだろうな、やっぱちょっと感動的でしたね、あのゴールは。まあ、シチュエーションもね、かなりなんだろう、熱かったというか、あれで勝ってたら本当にもうね、すごかったな、伝説になってたな。まあ、自分も出てて、まあ、2失点して、2失点というか延長を取られて、まあ本当なんとかもう攻撃陣に半分任せてた部分があったんで、でまあ結局 PK で負けちゃいましたけど、もうなんか正直これで負けたらもう無理だなっていう、あの文也君のゴール取ってあの雰囲気で負けるならもうしょうがないな、ね、やれること全部やったみたいなね、はい、感じでしたね、うん。ホームのあれで、ビッグスワンのあのスパーゴールってなんですか。すまん、びっくりした全然気づかなかった、寝不足。あれは確かに、自分たちも J2 王者としてで J1 王者にどれぐらいできるのか試されているようなゲームの中で、彼が見せたあのスーパーゴール、なんかこう目が覚めたというか、まあ、チームにも自信をもたらしたゴールだし、水戸自身もあのかなり自信を持って多分プレーするきっかけに、あの一発からあのチームの自信と彼の自信を加速させたゴールだったので、これにしました。結構直近なんですけど、俺もマリノス戦で、マリノス戦の小島選手、まあ、本当同じキーパーですし、もう本当客観的に見てもそれ止めるかみたいな、正直もう笑うしか なかったですね、途中ぐらいからは。まあ、あとマリノスの一森選手も、まあ、結構スーパーセーブもあって、やっぱキーパーから見たらすごい、まあ、面白い試合だったなっていうのもあったんで、いろんな足です、いろんな足本当に、まあ、今季の MVP と言っても過言ではないですね、小島は。まあ、やられたかなと思っても止めてくれるんで、最後の最後はね、こう自分たちも諦めずに戻れるし、普段からすごいよね、練習からさ、練習からすごいですね、それ止めるんだっていうのはやっぱめちゃめちゃ多いね、はい、でもやっぱり努力ですよ、うん、個人も阿部ちゃんもそうだし、瀬具さん、西武もやっぱりキーパー陣がこう、ね、切磋琢磨してる感じはすごく感じますね。世代を超えた新潟のサッカー熱をお伝えするキックオフ新潟、今回紹介するのはグランセナ新潟 FC ジュニアです。今月末から開催される JFA 全日本 U12 サッカー選手権大会に新潟県代表として出場、そんな皆さんに前回に引き続き挑戦してもらうのは、2人1組でリフティングをし、その回数を競う、名付けて絆リフティング。佐久間弥平です。憧れの選手は久保建英です。中村圭です。憧れの選手は板倉滉選手です。10回は超えたいかなとは思います。100回、果たして大台に乗せることはできるのでしょうか。今スタートしました。お、非常に安定したタッチ、さあじっくりと相手につないで、お、ちょっと乱れましたが、しかし立て直します。膝から、そしてインステップ、さらにはインステップだけでつないでいきます。じっくりとワンタッチワンタッチ、噛み締めるように確かめ合うようにして、ここで10回、そして拾います。おお、なんとフォロー、つながっています。13回、これは記録の予感、ちょっと乱れますが、しかしこれも回収、16まで参りました。ダイレクトで返して、さあじっくり4回タッチを使います。こちらもダイレクト、しかし乱れますが、うん、最後は失敗。20回、好記録が出ました。100回来れなくて悔しいです。100回来れなくて悔しいです。どうも、デートです。憧れの選手はハーランドです。池田真弘です。憧れの選手はロドリです。まあ15回、10で今度は控えめな目標でスタートします。
さあまずは足先を使いながら細かいタッチでつないでいきます。4回まで参りました。そして5回目で失敗です。悔しいです。自分がミスったので悔しいです。まあ、体幹などを鍛えて体で負けなくて、まあ、技術的にも劣らない選手になりたいです。体で当たり負けしないでどんどんゴールを奪ってチームを勝たせられるようにしたいです。上野裕太です。憧れの選手は伊東純也です。斉藤智樹です。憧れの選手は三笘薫選手です。39回。5回以上は行きたいです。絶対よーい。なんとなく意識がバラバラな2人ですが挑戦がスタートしました。ゆったりと4回タッチを使いながら相手にボールをつないでいきますが、ここで失敗。まあ、僕のミスで終わっちゃったんで悔しいです。僕のミスで終わってしまったんでとっても悔しいです。もっとハイレベルな戦いで上手くなっていきたいです。全国大会も控えているので全国のレベルに合わせた高いレベルで練習をしたいです。これからもキックオフ新潟はサッカーを通して地域に根ざした活動を応援していきます。新年の放送は1月6日から。3選手による爆笑トーク後半戦をお楽しみに。不良感出したいだけで俺らそう思われたいの。真面目じゃん。吐きながらまた走れる。